ベアトリス・ハリスンは20世紀前半に活躍したイギリスのチェリスト。特にフレデリック・ディー・リアスの作品などイングランドの重要な楽曲の初演に複数携わり、他の作品では初録音や標準となる録音を残した。ハリスンはインド北西部のルールキーに生まれた。一家はハリスンがまだ幼い頃にイングランドへ帰国しており、彼女はロンドンの王立音楽大学に入学。 その後、フーゴベッカーに支持し、さらにベルリンに赴いて、音楽高等学校で研鑽を積んだ。1910年には、メンデルスゾーン長を受賞し、ベルリンのベヒシュタインホールでデビューを飾った。ハリスンの姉妹には、レオポルト・アウアー文家のバイオリニストであるメイハリスン、ピアニストのマーガレット・ハリスン、そして、モーニカがいた。マルク・ハンブルクの一家と同じく、 姉妹はそれぞれ異なる楽器を学んでいたためみんなでアンサンブルを演奏することができた。メイはヘルシングフォーシュで行われたメンデルスゾーニ演奏会で一度フリッツ・クライスラーの代役を務めたこともあった。メイとベアトリスは共に英国王立音楽検定でゴールドメダルを受賞している。ハリスン家は1916年の軍人演奏会を通じてロジャー・クイルター並びに 彼のサークルと交際するようになった。1918年3月11日、ベアトリスはトーマス・ビーチャムが指揮するロイヤルフィルハーモニー管弦楽団とドボルザークのチェロ競争曲路単調を演奏している。フーゴ・ベッカーはヘンリー・ウッドに対しまだデビュー前であったベアトリスの演奏を褒めたたえていた。エドワード・エルガーとウッドは彼女を高く称賛した。メイト・ベアトリスは ウッドの式で、ブラームスのバイオリンとチェロのための二重競争曲を演奏している。HMV のスタジオで、エルガーのチェロ競争曲の録音に臨む作曲者と、ハリスン。1920年11月、ベアトリスは1918年10月31日に、ウィグモアホールで行われた、ディーリアスのチェロソナタの初演を弾いており、一方目は、 ディーリアスのバイオリンソナタ第1番を初演している。メイは、その後ピアノにアーノルド・バックス迎えてこの曲を、録音した。その時の演奏会で彼女らは、クイルター作品も演奏したため、彼は、両方の演奏会に出席していた。1919年にグレシュロ・ロワンで書かれた、ディーリアスのバイオリン競争曲は、同年にクイーンズ・ホールにおいて、非検定者のアルバート・サモンズの独創。 エイドリアン・ボールトの指揮で初演された。1920年1月に行われたクイーンズ・ホールのシンフォニーコンサートで作曲者が見守る中初演されたディーリアスのバイオリンとチェロのための二重競争曲の初演ではハリスン姉妹が独創を受け持ち、1916年に完成されていた曲は彼女らに検定された。この後グレに戻ったディリアスはベアトリスの要望により、 チェロ競争曲の作曲に着手する。ベアトリスが6月8日にパリで彼のチェロソナタを演奏するなどする中、ハムステッドのアパートで2ヶ月間集中して作業が進められ、曲は1921年の春に完成された。初演を受け持ったのはビーチャムがこの才能ある女性と呼んだベアトリスであった。ディーリアスの亡骸が彼の意思により、 イングランドの田舎にある教会の庭に再度、埋葬された際、選ばれた村はサリー、オクステッドにあるハリスンの家に近いリンプスフィールドであった。礼拝ではビーチャムが式辞を述べ、礼拝後にはベアトリスが演奏を披露した。ハリスンは1921年にヘレフォードで開催されたスリークワイアズフェスティバルにおいて、エルガーのチェロ競争曲を初めて、ロンドン以外の都市における、 音楽祭で演奏した。1924年までに彼女はヨーロッパやアメリカを演奏旅行で巡り、1925年11月に再登場したロイヤルフィルハーモニックで行われたオールエルガーコンサートでは作曲者のバトンの下でチェロ競争曲を演奏した。エルガーはハリスンが彼と共にこの曲の宿役版を秘伝記録音するにあたって曲を研究した後は、 自分が指揮をする場合は、ソリストは常に彼女でなければならないと主張していた。1、2年後、電気録音の登場によって、レコードの技術的性能が向上すると、ハリスンはエルガーが指揮する。この作品の公式 HMV 録音でソリストに選出された。1929年のハロゲート音楽祭では、ハリスンはクイルターと仲間からなる。 フランクフルトグループが関係する楽曲の演奏会での共産者となり、1933年にはクイルターが自作のラムール・デ・モイを彼女の放送のために再編曲した。サリー・リンプスフィールドのセント・ピーター教会にあるベアトリス・ハリスンの墓、2013年撮影。ハリスンの演奏は初期の BBC ラジオ放送を通じて広く知られるようになった。また、 彼女がオクステッドの自宅の庭に腰掛けて、チェロを演奏すると、集まったナイチンゲールが彼女の演奏と同時に、歌うという、ライブ録音も複数行っている。こうして録音された楽曲には、我が母の教えたまいし歌、ヒンドゥーの歌、ロンドンデリーの歌などがある。また、同じ庭で収録されたナイチンゲール1話の歌声や、夜明けのさえずりの様子も発売された。 これらの録音は極めて高い人気を獲得した。しかしながら、BBC の録音で聞かれるこうした鳥の鳴き声は、本物のナイチンゲールの声ではなく、見事な鳴き真似を聞かせたモードグールドによるものであると、指摘する者も,もいる。ハリスンは、コメディ映画、ザ・デミ・パラダイスに、BBC の放送のために、ナイチンゲールの歌声の伴奏として、チェロを弾くハリスン自身の役で出演している。 おそらくハリスンが最も特徴付けられるのはエルガーの競争曲によって、とりわけヘンリーウッドとの演奏であろう。1937年8月には非常に大きな成功を収めており、1940年8月27日にドイツによる空爆で破壊される1年前の旧クイーンズホールでロンドン公共楽団といったエルガーコンサートでの演奏も成功裏に終わった。 この演奏会では彼女は特に活発な演奏を繰り広げ、巻紙が踊ったためにオーケストラの奏者の気が散ったほどであった。演奏会の途中、会場外で銃声が鳴り響いて漆喰の壁が場内へと崩落した。ウッドはそれまで自分が指揮した中でも彼女の演奏が最良のものであったと考えていた。 ハディスンはウッドがこの要さる1ヶ月前の1944年7月、彼の最晩年のシーズンに出演したイングランドのソリストの一人となった。ハディスンはピエトロ・グアルネリ製作のチェロを所有し、演奏していた。1965年、ハディスンはサリーに没した。1992年12月9日、ビグモア・ホールにおいて、チェリストのジュリー・アンドイド・ウェバーとピアニストの ジョン・レネファンによって、ベアトリス・ハリスン生誕100周年記念コンサートが開催された。プログラムは特に彼女にちなんだ楽曲で構成されており、アイアランドやディー・リアスのチェロ・ソナタが披露されたほか、シリル・スコットのザ・パストラル・アンド・リールではウェイバーが、ハリスンの姉妹であるマーガレットのピアノ伴奏に合わせて演奏した。ありがとうございます。